去年7月銃撃事件で亡くなった安倍元総理を忍び昨日五条市役所で柿の苗木が植樹されました昨日は五条市の太田市長をはじめ西吉野の柿農家らにより黙とが行われた後柿の苗が植えられました五条市は2013年以降毎年秋になると 市特産の柿を PR するために首相官邸を表敬訪問しており開始当時総理大臣は安倍晋三氏が務めていました植えられたのは評判だった平種なしの苗でいつまでも安倍元総理に柿を味わってもらおうという思いが込められました五条市の柿をすごくおいしい 特にジューシーということで言っていただいて、本当に私たちもこのおかげで全国に発信ができたなということで、大変嬉しく思っております柿の苗木は3年後にはおいしい実がなるということです。